で、レオさんが、森保監督に当時から、まあ、噛みついてたじゃん。うん。うわ、噛みつ、まあ、今もそうかもしれないけど、あれってすごいことなんだからね。いやね、だいぶ勇気いるよな。そうなんですよ。だって、なんでレオさんがあの時期いろいろ出れたって、もちろんレオさんが知識めちゃくちゃあるし、うん、影響力めちゃくちゃある、当時から。ただ、あそこまで出た理由って、もう上に行けば行くほど、上の、批判なんかできないからね。はい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 。元代表ですとか、なんか協会に関係ある人とかで。まあ言えないよ、ね。そう、言えないんですよ、立場上。でもあんだけ人気があって、あんだけ影響力ある人と、だけど協会に何ら関係ないからバンバン言えるってのがやっぱ強いんだよね。でな、まあ今、今の現状はね。そうそう、もう、さらに名を馳せて、もう日本のレオさみたいに、まだなってないかもしれないけど、それぐらい。リスナー320です。ありがとうございます。プルちゃんのせいで、レオさんの歌が耳から離れなくなって、毎日聞きすぎるくらい聞いてます。ということです。ありがとうございます。それはもうレオさんに言ってあげてください。レオさんはね、もうそれ、言われるのが多分一番嬉しいのよ。レオさんの戦術当たってますね、とか。レオさんの解説めっちゃ聞きやすいですとか。もちろんレオさん嬉しいけど、一番嬉しいのは、レオさんの曲ばっか聞いてますってのが、レオさん一番嬉しいから、それはもうね、ぜひともレオさんに言ってあげてください。あの人の本業はラッパーですから。いや、でも言ってるから、レオさんはもう自分で。本業のつもりでって言って、本業とは言ってない。そっか。ぜひともね、言ってあげてください。喜ぶと思います。レオ王子も。レオ王子って言うよ。でも見るな、とか言えないじゃん。そういうのはレオ王子も。レオ王子。今アベマで解説中みたいな。ああ、誰が？レオさん？ああ、レオさん、そうそうそう。今アベマやってんの？いや、やってるらしいよ。本当？そう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 。何？シティのこれ？ああ、そうそう。シティエバートン、ね。やられてるらしいですよね。あ、そうなんだ。石田さん200円です。ありがとうございます。ああ。このままシティが勝つこと、できたら外国を見習って好きな女子に自分からチョコを渡して告白していきます。ヒロ。お前は、この配信の勝者です。おめでとう。はい、なんで、女子から男子の矢印だけに目を向けるのかと。やっぱりね、矢印だからね、人生。もう本当に、週休学にも書いてあったけど、やっぱ矢印をどっちの方に向けるかなんですよ。結局は。で、あえてここで男子から行くとですね、うん、これはもう本当に正対して、矢印を使いながら女子にチョコをあげるともう完全にもうこれはね成功率高まりますし効果度上がりますよ。これ矢印便利やないやでそうそれマジでねいいです。それはもう非常にヒロヒロ素晴らしい。まあ、ほんとみんなヒロに合わせろ。ほんとヒロに合わせろよ。これはヒロに合わせろよマジで。それヒロに合わせたらもう、バクモテチャンネルよ、マジでこれ。もう作るか、マジで。リオのバクモテチャンネル。リオのバクモテチャンネル、マジ してやろうか、マジで、本当にこれ。泣くいレオってこれ、レオさん？ガチ？ん？泣くいレオアカウントこれ、さては。レオザフットボールじゃなくて。こうのアカウントですか？ほん一だしだ。確かに、初スパだし、これあれだ。泣くいレオさん5000円ピンクスーパーチャー立てます。プリちゃんの二人のおかげで MV の再生とコメント伸びてたお礼です。ありがとうということで。マジっすか。とんでもございません。とんでもございません。ありがとうございます、レオさん。本当に、長い間付き合ってもらって。いや、本当に。申し訳ないです。ありがとうございます。ただ、レオさん、ちょっと一つだけいいっすか。僕らから言いたいことあります。はい。仮に見てたら聞いてください。レオさん。僕のイギリス土産のアーサルのマフラー忘れてたでしょ。マジで。そこだけはちょっと、どうなのかと、いかがなものなのかと。全くお土産を大事にしてくれないという。いや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 。おい、そういういいことすんだよ。レオさん、ちょっと今度はマジで渡すので、あれちょっと今度またお会いしたら渡しますので。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。レオさん、ありがとうございます。皆さん、ぜひ聞いてくださいね。ぜひぜひ。ぜひ、MV もね。そうですよ。お願いしますわ。そうです。レオさんコラボのドッキリとね、概要欄にリンク貼ってますので。はい。お願いします。俺、そういうとこな、本気でごめん。いや、全然大丈夫。全然大丈夫です。全然大丈夫です。